第2次、ミトリダテス戦争は、ポントス王国とローマ共和国の間に、紀元前83年から紀元前81年に起きた戦争である。3度にわたる、ミトリダテス戦争の2番目にあたる。前回の戦争の条約の履行をめぐる交戦だったが、全面戦争に至らず終結した。第1次、ミトリダテス戦争で、ポントス王ミトリダテス6世は、初戦で優勢を得たものの、 ルキウス・コルネリウス・セッタの指揮するローマ軍に敗れ、戦前の領土に復帰する条件では役を結んだ。講和後、スータは、ローマへ引き上げ、ルキウス・リキニウス・ムレナに2個軍団を残していった。しかし、この時、ミトリダテス六世は、返還を訳したカッパドキアの一部を、なお占領下に置いており、ローマが後押しするアリオバルザネス一世は、復位できずにいた。一方、 ムレナは戦勝の栄光を欲して、ミトリダテス六世との戦争を望んでいた。紀元前83年、ムレナはローマ軍を率いてカッパドキアを占領し、さらに進んでポントス領を攻撃した。ミトリダテス六世は抗議の使者をローマの元老院に送った。元老院はムレナに生止を命じたが、ムレナは無視して攻撃を続行した。この時まで交戦を控えていた。 ミトリダテス6世は迎撃のため出陣した。紀元前82年にミトリダテス6世はムレナと改戦し、これを破った。ローマ軍はカッパドキアから退いた。スーッターはアウルスガビニウスを使者として派遣し、ムレナに戦争をやめさせるとともに、アリオバルザネス一世福井の実行をミトリダテス6世に求めた。交渉の結果、 ミトリダテス6世は4歳の娘をアリオバルザネス1世に嫁がせ、代わりにカッパドケアの一部を得ることになった。かくして、海戦から3年目に戦争は終わった。ありがとうございます。